足の悩み相談室、ウォーキング専門店フラット仙台東口店の佐伯でございます。本日は7月9日土曜日でございます。ありがとうございます。おかげさまで、15周年、累計中敷作成枚数が 17,924 枚となりました。たくさんのご来店、たくさんの中敷の作成、いただきましてありがとうございます。昨日のお悩みでご来店のお客様ですね、扁平足の方がご来店いただきました。扁平足になりますと、巻き爪、外反母趾、変形性膝関節症、腰痛、体の歪みにつながりますので、ぜひですね、靴と中敷きで支えてあげて、改善していただきたいと思います。昨日のご来店いただきましたお客様の足、こういう感じですね。こちらが左足と、あとはこちらが、右足ですね。どうしても、土踏まずが、ございませんので、足というものは少し内側に倒れやすくなります。これが足のトラブルの原因になりますので、本来はこういけばいいんですけど、こういうふうになると体が歪んでしまいますよね。傾いてしまいますので、これをインソールと、靴でしっかり固定して、こういうふうに歩くように導くという、そういうふうにしっかり、中敷きの作成と靴選びをいたしておりますので、ぜひ皆様、扁平足でお悩みの方がいらっしゃいましたら、ご来店いただければと思います。皆様のご来店をお待ちしております。